まず一つに、えっと。五つ点在しているけれども、一目見て、これは同じ、あのホテルなんだなってことがわかるように。あの。まあ。えっと、一つの。デザインで、五つを展開させていきました。えっと、外観の特徴は。えっと、京都の街を、こう、見てみると。まあ、あの。いろいろ、あの、街並みが綺麗な。 ところもあるし最近ではあのいろいろな建物が建ってきていてあのその中でこのホテルは、えー、のアイコンとしてどういうのがいいかということを、まあ、考えた中で、まあ綺麗な白いあの壁に日差しをつけてでその日差しもあの各階があの同じような形で作ることでなんかとても整然と綺麗にあの。 穏やかに街に街溶け込むようなことをを考えててデザインをしていますでもね5等一つの,あのデザインなんですけれども、えー、その中でもやはり書くと少しその特徴があるということでそれを手筒を各作家に作ってもらって、えー、街行く人なりホテルに泊まる人たちがそれを見て「あこのホテルは」 の誰々の作家なんだなっていうことがわかるようなことを考えて企画をしました。アーティストの人または作家さんとコラボレーションしていくというお話があった中で、えー、っとそれでもやっぱりあのインテリアっていうのがあのごとあってでその違いを出すのにまあかなりやはりこう同時の 5つの物件の中で違いを出していくというのがものすごくこうみんなでな考えたんですけれども「不夜、うんまあ、一に関しては安藤さんの,あの作品を見て、えー、なんかこう土をいじっているようなイメージとか安藤さんのイメージをしながらまずやっぱり受付っていうののカウンターは それぞれぞ特徴をつけよううというこフヤチョウ1はあのちょっとサビを使ったあの表現をした受付台を作ってで、まあ、ここあの日比野さんのところは割と日比野さんがこう現代あのアートの作家さんでもあるので割とこう、えー、積み木をこう積んだような形の白いあのカウンター印象的なカウンターを作ろうと。で 「飛びの工事にというところはパトリックが担当をしていてパトリックはやっぱりあの唯一あの外国の、えー、スイスのデザイナーなのでパトリックの表現の仕方っていうのはなんかとてもまたあの我々が考えてると違ったので、まあ、なるべくそのパトリックの作品が入るようにあの黒い、えー、長いカウンターを作ろうとして。 で大和王子は、えー、と寺田さんがあの100分の1の模型を飾るということもあったので、まあ、軽やかにあのアルミを使ったカウンターを作っであのまずその受付を、えー、と特徴づけるためにあの、まあ、考えた部分もあったんですけれどもあとは各作家があの作るものがあのよりあのまあ きれいに見えたり、まあ、調和をするように、できるだけあのニュートラルな空間を作ろうとインテリアは、えー、考えて、えー、設計をしてきました。京都のあの町屋の中でホテルを計画するということで、あの町をいろいろ歩いている中で、やっぱりあのロジというのがものすごくあの面白いなと思っていて。 で細いところから中へ中へ入っていくとあの何があるんだろうというこう奥に導かれるようなものをここでも実現したいと思っていてでここの「不夜町にではあのエントランスに入ってまずあのロビーがあるんですけれどもそこには、えー、茶室と流霊がありましてでその先に庭が見えてさらに奥へ奥へと行くと 畳のある畳のサロンがあってであのここののの特徴である和の文化を、えー、表現しています一目見て全てが見渡せるようなのではなくてこうなんとなく奥に何かがあるかなみたいなこう気配を感じながら、えー、全体的に、えー、レイアウトを考えてきました。